台湾海峡、向かい合う台湾と中国本土台湾海峡危機は1950年代から1990年代にかけて中華人民共和国と中華民国の間での軍事的緊張が高まった事件の総称。4度にわたり緊張が高まったがアメリカの介入などにより全面戦争に発展することはなかった。第一次、第二次台湾海峡危機のいずれも 中国側の動機はアメリカとの軍事緊張を作ることでソ連に原爆製造技術の供与を要請するためだったという説がある。数江山東を占領する人民解放軍国境内戦の結果、1949年に中国国民党を率いる中華民国政府は中国大陸での統治権を喪失し台湾に移転したが中国西南部の山岳地帯及び 東南沿岸部の当初一帯では中国共産党に対する軍事作戦を継続していた。しかし1 9五十年になると朝鮮軍党、海南島が中国共産党の人民解放軍に奪取され、また西南部でも人民解放軍がミャンマー国境地帯に侵攻したため、国民党は台湾及び福建省や石膏省沿岸の一部当初のみを維持するに止まり、東、 シナ海沿岸での海上ゲリラ戦術で共産党に対抗していた。朝鮮戦争の影響で沿岸部における進行作戦が休止し始め、中国の視線が徐々に朝鮮半島へ移転するのを機に、国民党は反撃を幾度か試みたものの戦果が期待したものとはほど遠く、大陸反攻への足がかりを築くことができなかった。そして、 朝鮮戦争が収束するにつれ共産党の視線は再び沿岸部へ向き始めるようになる。この間人民解放軍はソ連から魚雷艇やジェット戦闘機を入手して現代的な軍としての体制を整えつつあった。1954年5月、中国人民解放軍は海軍や空軍の支援の課大陳島及びカズエ山島周辺の島々を占領し、10月までに 砲兵陣地と魚雷艇基地を設置した。9月3日から金門島の守備に当たっていた中華民国国軍に対し砲撃を行った。11月14日に一鉱山島沖で人民解放軍の魚雷艇が国民党軍海軍の護衛駆逐艦太平を撃沈すると周辺の政界圏を掌握した。1955年1月18日には解放軍加藤軍区部隊が 軍区参謀長、長愛ゆき草の指揮のもと、カズエ島を攻撃、陸海空の共同作戦により午後5時30分に、一鉱山島は、解放軍により占拠され、台湾軍の指揮官である王政明は、手榴弾により自決している。カズエ島を失った、台湾側は、付近の大鎮島の防衛は困難と、判断、2月8日から2月11日にかけて、アメリカ海軍と、 中華民国海軍の共同作戦により、大一島撤退作戦が実施され、石膏省の拠点を放棄したことで、事態は収束を迎えた。1958年8月23日、中国人民解放軍は、台湾の金門守備隊に対し砲撃を開始、44日間に50万発もの砲撃を加え、金門防衛部副司令官である基地成分張野城、 小結などがこの砲撃で戦死している。この砲撃に対し台湾側は9月11日に中国との空中戦に勝利し、アモイ駅を破壊するなどの反撃を行った。この武力衝突でアメリカは台湾の支持を表明。アイゼンハワー大統領は中国は紛れもなく台湾侵略を起としているとし、また中国をナチスになぞらえた。 9月22日にはアメリカが提供した8インチ砲により中国側への砲撃を開始、また金門への補給作戦を実施し、中国による金門の海上封鎖は失敗。台湾は金門地区の防衛に成功している。9月29日、小解析は金門島の危機に際してはアメリカの支援なくとも中国と戦闘態勢に入ることを述べた。10月中旬、 ダレス国務長官は台湾を訪れ台湾に対してアメと無知の態度で臨むことを伝えた。つまり蒋介石が近門、バ場所をまで撤収することを条件に援助をすると伝えた。蒋介石は10月21日からの3日間の会談でアメリカの提案を受け入れるが大陸反撃を放棄しない旨もアメリカへ伝えた。10月6日には中国が 人道的配慮から禁門、バソ島の封鎖を解除し、一週間の一方的休戦を宣言し、アメリカとの全面戦争を避けた。翌1959年9月、健康上の理由で首相を辞職した石橋丹山は回復後、詩人として中華人民共和国を訪問し、9月17日、州温来首相との会談を行い、冷戦構造を打ち破る日中米ソ平和同盟を、 主張。この主張はまだ国連の代表権を持たない共産党政権にとって国際社会への足がかりになるものとして魅力的であり、州はこの提案に同意。州は台湾に武力行使をしないと石橋に約束した。後の日中共同声明につながったとも言われるこの、声明及び石橋の個人的とも言える外交活動が、 当面の危機を回避することに貢献した。九百六十二年、大躍進政策に失敗し国力を疲弊させた中華、人民共和国に対し、小解析は大陸反攻の好機と捉え攻撃の計画に着手した。具体的に政府及び軍部に大陸反攻のための組織を設置、同時にアメリカの支持を取り付けようとしたが、全面戦争に発展することを恐れたアメリカは、 国密計画に反対を表明、実際に軍事行動に発展することはなかった。その後は1965年に発生した偶発的な東印海戦、東山海戦、カラス海戦を除き両岸間での戦闘は発生していない。1996年に行われた台湾総統選挙で李登記優勢の観測が流れると、 中国人民解放軍は選挙への恫喝として軍事演習を強行し、ヒールンを機械域にミサイルを撃ち込むなどの威嚇行為を行うが、アメリカ海軍も空母機動部隊を派遣したため、台湾周辺では一気に緊張が高まり、その後の台湾のアイデンティティへ大きく影響を及ぼした。1950から60年代の危機と区別して、台湾海峡ミサイル危機とも言う。 ユン・チアン、ジョン・ハリデー、マオ、誰も知らなかった、毛沢東上下官、土屋京子役、後段者、2005年、小海石自衛長でしょ、広62年反抗大陸歴史、新動毛港間、大軍新書経費、小海石当年、反抗大陸計画、人民毛大軍肩公、50年前反抗大陸的ミ密、国密計画、中華毛86回戦、 成功的対外海上殲滅戦、人民も、ありがとうございます。